はい、皆さんこんにちは、ダークソンでございます。こちらがね、美深町のコム100という非常にね、大きな町の施設の中に来ました。で、郷土資料館がございまして、眼前に見えますのが美深の先住の人と書かれましたアイヌのね、民族衣装ですね。イナウですとかトンコリもございます。で、このようにね、きれいに展示されてるんですね。で、ここがね、非常に分かりやすく説明看板とか展示がされてるので、一つ一つね、細かく撮影したいなと思ったんですが、ところどころあれがあるんですよ。なんでね、この死角からね、攻めてますね。で、開拓時代にですね、平さんという方が入植してますね。で、そっから美深の町って始まるんですが、もともとはね、下名寄地区という名前でした。そこがね、どんどんと発展していって美深町ができたんですね。で、農業ですとか林業、あとでんぷん工場があったり、非常に面白いところでございます。美幸線というね、美深からニウプまで列車が通ったんですよ。で、そのニウプから北見枝幸ですか、そこまでね、鉄道が通る予定だったんですが、お金がないっていうか財政難で頓挫したといった模様でございます。ね、立派でしょ、この作りね。びっくりだな。で、こちらがね、美深の市街地なんですが、ここよりね、さらに北に行くと、伝承遊学館っていうのがあるんです。で、そこもね、日曜日しか空いてないんですけど、隔週かな、第1と第3日曜日しか、オープンしてないので、今日はあいにくの第2日曜日ということで、見ることができませんでした。ただね、こちらのね、コム100の方は、だいたい空いてるのかな。結構、夜遅くまでやってるみたいなので、非常におすすめですね。こんなにね、いい展示してるのに、あまり見に来る人がいません。ちょっと残念ですね。あとはね、写真を撮って貼ろうかなと思ってるんです。はい、いかがだったでしょうか。全くね、動きのない動画になりましたが、たまにはね、こういうのもいいんじゃないでしょうか。はい、以上でダクソンでした。